カーボディーズはコベントリーのホーリーヘッドロードに所在したイギリスの企業である。同社はコーチビルダーとして事業を開始したが、現在はコーチビルダーのホリックプラット社の元総支配人であったロバート、ボビー・ジョーンズが当時の勤務先であった材木商のグッターハムズ社を買収し、コベントリーのウエスト・オーチャードにあったトーマス・パス社から買い取った設備で事業を始めた。 ヒルマン・ミンクス・スポーツツアラー・ヒルマン、ミンクス・ドロップ・ヘッド・クーペカー・ボディーズ社は、個々に異なるデザインの注文生産のボディを製造するよりも、独自のボディ製作設備を持たない自動車メーカーのために、一定数の標準化されたデザインのボディを製作する、事業を始めた。1920年代の主要な顧客は、MG やアルビス社であった。 MGM タイプミジェット用ボディ製造のための多量の新しい契約により設備の拡充に迫られて1928年にカーボディーズ社は現在のホーリーヘッドロードの広い敷地に移転した。1930年代にはローバー、インビクタ、レールトンの各社にもボディを供給するようになっていたが、その10年でそれらよりもはるかに大規模で最大、最重要な顧客は ルーツグループであった。第二次世界大戦中にカーボディーズ社は軍用車両のボディを製造していたが、レンドリースポーを通じてプレス機械を入手したことから航空機の部品も製造できるようになった。この時期に会社組織を株式会社に改組し、ボビー・ジョーンズがに息子のアーネスト・ジョーンズがに就任した。戦後にカーボディーズ社はロンドンタクシー車両のディーラーである マンオーバートン社とオースチン社との間で、オースチン FX3 のボディ製造、最終組み立て、完成車の納入に関する交渉を行った。また、近代的な全金属製サルーンをコンバーチブルに改装する手法を開発した。この改装作業は、初期のモノコック構造のヒルマンミンクス、オースチンサマーアセット、ヘアフォード、フォードコンサルマーク1、 ゼファーと後にフォードコンサルマークにゼファー、ゾディアックに施された。1954年にボビー・ジョーンズはカーボディーズ社をビッサグループに売却し、同グループは参家の高級自動車メーカーであるデイムラー社の支配下にカーボディーズ社を組み入れた。これはカーボディーズ社をデイムラー社用の金属製ボディ製造工場にすることを意図した措置であったが、実現はしなかった。 しかし、それまでに、コード社、オースチン社に活用してきたのと同様の手法で、コンクエストのサルーンを、ドロップヘッドに、ドロップヘッドクーペを、コンクエストロードスターに改装し、マジェスティックとマジェスティックメジャーのサルーンボディも製造した。ビッサ参加で、製造設備は拡充され、新たな工場が新設された。 1958年にカーボディーズ社は、自社の歴史の中で最も重要な車である、オースチン FX4 タクシーのボディ製造、最終組み立てと納入を開始した。また、ジャガー E タイプのボンネット、トライアンフ社向けのパネル、アリエルトビッサのオートバイと、スクーターといった製品で試作車のボディやジグ類の供給を担当した。1960年代と1970年代をはじめに、 引き受けたさらなる契約は、ハンバーホーク、スーパースナイプ、シンガーボーグ、トライアンフ2000のサルーンをエステートへ改装する作業であったが、自家用車や商用車に関する契約は徐々に減少したことで、FX4 タクシーの製造が同社にとってより重要なものとなっていった。 1971年にカーボディーズ社が FX4 用車足の組み立てラインをアーダリーパークにあるブリティッシュレイランド社のバーミンガム工場から買い取ったことで社名が表すのとは異なり実質的にカーボディーズ社が FX4 の製造メーカーとなった2年後にカーボディーズ社は親会社のビッサと共にマンガニーズブロンズホールディング社に買収された 1970年代にカーボディーズ社は自社独自の新しいタクシー車両の FX5 を作ろうとしたが開発費用が高騰しすぎたためにこの計画は1979年に中止された。1982年にはブリティッシュレーランド社が最終的に事業の持ち分を失ったことからカーボディーズ社が FX4 の製造に関する事業すべてを受け持つこととなった。 この時期になると、フォードコーティナ MKV のコンバーチブルや、レンジローバーユニトラックといった新しい製品を取り入れようとしたにもかかわらず FX4 が唯一の自社製品となっていた。レンジローバーのボディを元にした新しいタクシーである CR6 は、ほぼ5年の開発期間をかけた後で中止された。1984年にロンドンタクシー車両のディーラーである、 マンオーバートン社は、マンガニーズ・ブロンズ、ホールディング社に買収された。この買収により、ルティ・カーボディーズ、ルティ、マンオーバートン、ロンドンタクシー・ファイナンスで構成された、ロンドンタクシー・インターナショナルに再編された。1997年に、新しいタクシー車両の TX1 が導入され、これは2002年に改良されて、トキシーとなり、2007年に、 現行の TX4 になった。このシリーズはロンドンタクシー形式の車両の供給者としてルティの地位を確立した。1998年にカーボディーズ株式会社の名称がルティ株式会社と改称され、2010年11月にはロンドンタクシーカンパニーとなった。近年ロンドンタクシーカンパニーは中華人民共和国の自動車メーカー。 吉都記者社と共同で輸出市場向け車両とコベントリーの母体工場向けの部品を製造するための工場を上海に建設した。2010年にマンオーバートンの社名は廃止され、ディーラーシップもロンドンタクシーカンパニーが運営することになった。ありがとうございます。